あさきです。本日の動画ではですね、じゃじゃーん、こいつ DJI アバター2で撮った映像ですねにジャイロフローをかけてどうなるか見ていきたいと思います。で、まずジャイロフロー何かっていうと、撮影した映像にスタビライズ、まあ、あの手ブレ補正をかけてくれるソフトになってます。で、実は私これ使ったことなくて、まあ、あのすごいいろんな人が使ってるっていう話聞いてたんですけど、私はもうあの GoPro で撮る時も GoPro の7を愛用してるんですけど、7ですでにあのスタビライズかけてる状態で録画して、まあ、出すので、特に後からあの補正、手ブレ補正っていうのはあんまりやらなかったんですね。なんですが今回ですね、こちら DJI アバターの映像って縦のジンバルはあるんですけど横軸のジンバルがついてないので、結構私結構ずっと言ってるんですけど、こう斜めに飛ぶともう映像もこう斜めになる、まあ FPV 特有の映像じゃ映像なんですけど、こう例えばマビックとかってこう横移動、こう横移動してるんですけど、映像はすごい綺麗にまっすぐになってると思うんですね。なんですけどこいつは横軸の補正をしてないので、もう斜めで撮ったら映像も斜めのままですね、録画されるといったようなことになるので、これをまあ後からこの横になったやつをパソコンに取り込んで、で手ブレ補正をかけてまっすぐにしてみようと。ではどれぐらい変わるのかちょっと見てみようかなと思ってます。ちなみにアバター2で撮影すると、まあ、あのこんな感じですね、映像自体がこう斜めになるといったような形になります。で、まずですね、ジャイロフローのアプリインストールもしなきゃいけないんですけど、その前にそもそもこれ撮影する動画ですね、もうジャイロフローに対応してる形で撮影する必要があるので、設定ですねから見ていこうと思います。で、こちらがアバター2の設定画面なんですけど、ジャイロフローで手ブレ補正ができる映像を撮るにはここの設定をする必要があります。で、まずアスペクト比、これは私は4対3で撮影しました。で、ビデオの画質は、まあこれはお好みで設定してください。で、あとは、録画映像ブレ補正っていうこの項目ですね。これを、オフにする必要があります。設定はここだけ変えれば大丈夫です。ではですね、ジャイロフローダウンロードしていきたいと思います。で、まあ普通にジャイロフローダウンロードとかで検索して一番上に出てきますね。そうすると早速ジャイロフローバージョン 1.6 for Mac、 私 Mac なんでこれですねっていうのをインストール、ジャイロフローで入手、ほいで開きます。そうするともう早速開きました、こんな感じですね。では早速使ってみたいと思います。ジャイロフローをかけたいファイルをこんな感じでポイッと投げてやります。そうするとこんな感じで画像が取り込まれるのと、あとはちゃんとジャイロフローをかけれるデータだったらここですね、ここに情報が表示されます。で、今回カメラ DJI アバター2のカメラだよっていうのをちゃんと認識してるので、今入れたファイルはジャイロフローをかけれるファイルということがわかります。まあまあすでにスムーズになってますね。ちなみにこのファイル、スタビライズかけてない状態がこちらです。めちゃくちゃこうやっぱ横に動くとこうガタガタって補正全然入ってないのがわかると思います。こんな感じですね。はい、なんですが今パッと入れただけでこんな感じで、かなりスムーズになってますね。これはとてもいいです。で、まあまだゆるーっとぬるぬるしてるので、FPV 的な撮り方をしたいときは、まあこれぐらいでいいのかなと思うんですけど、もっと手ブレ補正したい場合は、ここですね。スムーズネスを、例えば 100% にして再生すると、お、こんな感じで、かなり綺麗に降りてってる感じですね。になります。なので基本的に
まあ、あのスムーズさを変えるのはここのスムーズネスのとこでいいのかなという気がします。ただこのスムーズさを増やすと、その分画面をこうキュッとクロップして、でこの斜めになってるやつを補正してるので画角がちょっと狭くなります。なのでまあそれに合わせて画角が狭くなりすぎないように、こう自分のいい塩梅で調整するのがいいのかなと思います。これですね。あとはロックホライズンっていうので、これも水平に保つ機能かなっていうので、ちょっと押してみます。これを押すと、あ、かなり左右固定されてますね。スムーズさ低めなんですけど、かなり横固定されております。めっちゃいいですね。あ、ただやっぱりちょっとこの引き伸ばした感がありますね、映像に。でここは、あ、カメラのロールアングルコレクション何度ですかね、 1.8 度。おー、まあどうなんだろう、そんな使わないかな。でアングルをこう変えることができるようになってます。あー、でもこれは面白いかもしれないですね。ちょっと元にしたい。このやつもちょっとねやってみようと思います。このやつが、例えばこれ、あの他のアバターを追いかけてるんですけど、やっぱりこう左右こうグニャングニャンってなってるのが気になりますね。これちょっと入れてみようと思います。で、あー、やっぱロックホライズンかけてるとすごいですね。もう水平固定って感じです。で外すと、外してスムーズさちょっと弱めなんで、ちょっとだけこういう横揺れある感じですね、こう回った時に。でもこう横揺れあるのがいいっていう映像もやっぱりあるので、ここで自分の好きな感じで調整できるのは嬉しいですね。そしてこのアドバンスドのところにランゲージっていうのがあって、これ日本語にしておくのが見やすくていいかなと思います。こんな感じですね。お、いったぜ。で動かすのはまあ滑らかさとか水平ロックとか他のもちょっと入れてみます。おー、いい感じですね。こうすると今結構こうなってたんですけど、今の水平ズーム、あ、水平ロックすると、ここでこうなってたやつが、おー、かなりまっすぐいきますね。いい感じ。で、まあ自分でこの辺、調整したら、エクスポートですね。ここのエクスポートを押すと画像が書き出しされます。でファイル選択してオープンで、これで、書き出しという感じですね。はい、というわけでジャイロフローを使ってみました。ちょっと出力した動画並べてそちらも比較してみたいと思います。でこちらがジャイロフローを比較した3つのデータですね。一番上が元画像 で左側が水平ロックしてる状態で、右側が水平ロックなしで、滑らかさ 35.31% になってます。お、今こう斜めになったんですけど、あ、ここもやっぱり2番は全然水平移動しないですね。お、今もうかなりグラグラしてますね。で3番はちょっとだけ斜めになった時、今とかですね、こうグッと横を向いているので、まあ、結構いい塩梅に FPV っぽい映像になるのかなと思います。うんうんうん、もパッと見ると全然違いますね、やっぱりこの3つのパターンで。1番の元画像はとても常にこうグラグラ揺れてる感じなんですけど、2番3番では綺麗に補正できてますね。うん、で画角がやっぱり1番が一番広い画角で、2番3番はある程度こうちょっとだけ、まあそんな気にならない程度ですけど、クロップはされてます。はい、というわけで、
このジャイロフローかなり使えそうですね。これで私が結構悩まされてたこの斜め、映像が斜める問題ともおさらばです。はい、てかなんでジャイロフローに気づかなかったのかっていうところはありますが、ジャイロフローあること気づけてよかったです。それでは今日の動画はこの辺で、バイバイ。